翔太さん、面白い。そうそうそう、翔太さんがね、インスタでさ、次のお題こんなんいいんじゃないですかっていうのを送ってくれとってね。で、釣りに行こうよってあるやんか、単行本の。知らんのかいね、まさか。聞いたことはある。漫画ですよね。漫画、めっちゃ、バス釣りの単行本の中では、ミスター釣り奴連と、釣りに行こうよの二大巨頭やと俺は思ってるんですよ。グランダムサシはもうあれバス売りちゃうからね。もはや、あれはただの、飛び道具の話やわ、あれは。飛び道具で遊ぼうの話やわ、あれ。そう、ラジコンとかみたいなね。ああいう話やけど、釣りに行こうよと、あれだ。釣りドレント。釣りに行こうよ、釣りドレンは、ちゃんとしたバス釣りの話じゃないですか。なんですよ。で、釣りに行こうよの、ある一シーンを翔太さんが写真で送ってきてくれとって、主人公がね、コバスを釣るんよね。で、それで、店長が、嬉しいかみたいな。はい、まだ、こんな、魚なのに手が震えてますみたいな。で、そこで店長が言うわけですよ。でもな、っつって、釣れた、じゃなくて、釣ったって思えたとき、その方程式が解けたとき、最高なんだ、みたいなこと言っとるわけよ。そうそうそう、っていうので、翔太さんが、次は、ラジオは、釣ったっていうのと、釣れたっていうの話はいいんじゃないですか、みたいな話をしててね。確かにそれは面白いかもしれんな、と思って。またちょっとそれ撮ろうかなと思ってる話あるんやけど、なるほど。ただね、一個問題があって、ラジオはね、全然伸びない。びっくりするほど伸びないから、ラジオは。びっくりするぞ、ほんまに。それはね、気持ちはすごくわかる。俺も多分、俺が視聴者やったら、よし見ようってならんかもしれんもんな。確かに本当もう、俺みたいなコアなファンじゃないと。そ やな、か、もうね、釣れたとか、多分そういうの語ると見られんとは思うんやけど、それでもまあね、そうやって言ってくれるのであれば、本気で喋りたいよね。そういうそれことですは。よね。そう、そこは大事にしたいですよ。いくら再生が、回らないといえどね。藤子がなんか、手つぶかいやとつるなっし、て。主人公がおってね、まあちょっと釣りドレンと似てて、初心者だよ、最初。んで、長太みたいな感じでライバルをってかっこいいやつおるんよ。で、そいつもめちゃくちゃうまいわけよ。ほんで、また、釣りドレみたいにアイドルがおるよ。枠がおるんですね。ヒロイン枠おるわけ、ヒロイン枠。あれ、釣りドレの時で言ったら、何回ね、何ちゃんやったかな。なんとかちゃんおったよな。僕、釣りバレーも見てないんですよ。見てないんかい！そうなんですよ。僕、もっと早う言え、早う。でも、なん釣りドレも見てる体で話してしもうたわ。となく、でも、わかるんで。漫画マニア読み取ってそこ見てないんかい。なんならバス釣りはない、の言うにて。見てないです。そりゃ、よう汗かくわ。汗かかんちょに。あ、かかんのか。見てないんかい、汗かき。ほんま。あ、そうな。ほんでな、アイドル枠の子はね、ツリードレンのアイドル枠の子よりもめちゃくちゃ可愛くて。これはほんまに可愛いんよ。あ、こんな小綺麗な清潔性の子が釣りすんのってなっとって、で、その女の子もうまい、釣りが。またこれ。で、確かやけど、確かや、俺の思い出だけど、長太みたいな釣りうまいやつと、そのアイドルみたいな女の子が、ちょっといい感じなんちゃうんかみたいな雰囲気があるわけよ。釣りうまい同士がね。そこで初心者の主人公来るんやけど、全然、まあ、その女の子も教えてもらうぐらいよ、最初ずっと。でも、こう、だんだんとこう成長していくわけですよ。じわじわ。じわじわ上手くなっていって、最後の方に、そのめちゃくちゃ上手かったライバルと戦うんですよ。で、その戦う時の最後のお題だったかもしれないけど、提督をどっちが釣るかみたいな感じよ。で、その提督釣ったら、その女の子と付き合えるんちゃうかみたいな雰囲気だったような気がする。
これがまた面白いんよ、提督。ちょっと僕、全巻ちょっと買いますわ。うん、買ってください。はい、これはね、あのね、スラムダンク見てくださいっていうぐらいおすすめ。特にマスリするやつにしては。なるほど。ちょっと。なんかね、その、釣りだけじゃなく、あの、淡い恋心もこう、感じられるという。はい。なるほど。で、その、どうだけど、その漫画の中で、白いバスが伝説になっとって。おぉ、はいはいはい。で、そのホワイトバスがおるとか言ってなっとって、いや、おらんだろうってなっとんやけど、最終話の、さあ、その可愛い子とキスするぞーっていうところで、そのホワイトバスがライズするけどね、ジャパンっつって。いや、笑うちゃったけど。それで、はーってなるっていうやつな。それめっちゃ覚えてるわ。はい、あんな淡い釣り漫画ないぞ、ほんま。今買いました。早っ汗かき早っ メルカリで4000円で買いました。まあまあするやんけ。待って、3巻か4巻じゃなかった？え、いや、結構16巻。あ、そんなにあんの？はい。そんなにあったっけ？あ、そうなんよ。16巻もある。いや、でもこれ多分全巻じゃないですね。なんか16より、あ、17とかまだあったわ。嘘？はい、まだあった。結構長いですよ。結構長いね。はい。なんかな、釣りに行こうよ。うん。確か釣りに行こうよって名前やったよね。で、ちょっと絵が綺麗な感じの。うん。あ、全17巻らしい。あ、17巻なんや。はい。俺のやつ結構。16巻までしかのやつ買ってないんで、ちょっとキャンセルして17巻までのやつ買う。はっはっはっは。はい。いや、でも、それは絶対おすすめ。マジで。面白かった思い出しかないもん。それに関しては。いやー、ちょっとこれは楽しみが一つ。うん、シャン見たら多分彼女できるわ。いやいや、もうエース女は。もうほんまに。その、きっとそこの、出てくる、その、女の子恋するか。それが、それが恋や。それ見て、それに恋するっていう。二次元の恋、きっとできるわ。いやー、再びですかね。うん、なんか俺らも、ポーってなったもん、当時。それ、当時でしょ。当時、中学生。おっさんですよ。当時14歳か13歳の時にポーってなったもん。あ、かわいいって。かわいいってなったから。32のおっさんが今更ドレ見て、その漫画の女の子。わあ、かわいいっつって。やばいでしょ。めっちゃ汗かきながら、かわいいっつって。その、あ、かわいい。確かに気持ち悪いわ。かわいいよー。かわいい。なるかもしれないな、確かに。漫画来たら。ああ、もう、ひど。で、なんかその、幻のルアーみたいなのもあるんや。黒いやつで。変な形のやつ。それもなんかその、女の子が持ってたかなんか、なくしたかなんか、そんな変な話もあって。そういうのがあるのもちょっと面白いね。幻のルアーとかさ。俺、よっぽどその、ミラクルミアに、その幻のルアーとかを使ってほしいもん。あんな、グランダムダシのルアーじゃなくて。あー、なるほどね。そう。なんかでも、最近、コーチの友達が、なんかめちゃくちゃそれに似たようなルアー使ってたんだよね。まあ、マグ来たらわかるわ。どんなルアーか。はい。シャンなことやけ、調べてから見つけてきそうやけど。あ、翔太さんがその漫画の一シーンをこう写真投げてくれてるわ。今見ました。ああ、これ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 。これのことらしい。釣れた釣ったわね。うん。確かに。